私の名前は大野マン。札幌に住む49歳の派遣社員。49歳で派遣社員なので当然独身である。私は今、一月以上前から札幌市内のコールセンターで働いている。働いていると言っても、今現在もまだ研修期間中だ。世の中のコールセンターの業務は様々だが、コールセンターの種類を大きく分けると2種類ある。こちらからお客様に電話する発信型と、お客様からの電話を受ける受信型。私が今働いているのは受信型のコールセンター。受信型のコールセンターといえば、夢グループのような通販番組の受付や、機械やサービスの問い合わせや不具合に対応するヘルプセンターなどが主な仕事であろう。そして実際私が働くのは夢グループではなく、機械やサービスの問い合わせに対応するヘルプセンターである。動画の冒頭でもお話ししましたが、コールセンターに勤めて一月以上経ちますが、未だに研修を受けています。こちらの会社ではこれが普通のようです。そして裏を返せば、それだけ業務に必要な知識や技術などの習得に時間がかかるということである。確か以前いただいたコメントに、受信型のヘルプデスクは超楽というような内容のものがありましたが、残念ながら私はまだその領域には達していません。まだまだ毎日ロールプレイングに苦戦しております。社員さんがお客様に扮し電話をかけてくる。そしてその不具合などの問い合わせに対して私が電話で対応するというロールプレイングを毎日行ってます。しかしどうも私のスキルがあまり向上していかない。社員さんの口からも、研修が遅れてるんだよねなどの言葉が最近よく出てきています。社員さんからどこかの中古車販売店のような罵声を浴びせられるということはありませんが、私は自身の応対でのダメな箇所をズバズバ指摘されてます。先日なんて情けなくなって泣きそうになりました。49歳のおっさんがです。自分のそのダメさ加減、情けないというのでしょうか。研修の遅れは私だけに原因があるのではなく、一緒に入った同期の中にも苦戦している方がいます。以前の動画でもお話ししましたが、同期の中でコールセンター未経験者は私だけ。しかし同期の中にもまだ私同様先に行けない方がいます。私の業務は受信型のヘルプセンターなので、技術的な知識はもちろんのこと、応対の和法スキルも求められています。他のコールセンターでは OK だった言葉遣いがここではダメとか、同期の方は知識の他にこうした応対和法でも苦労しています。今仕事は楽しいですかと聞かれたら、正直楽しくはないです。仕事から帰宅して飯食って、風呂入って、YouTube 見て、うんこして、時計を見たら、明日も仕事か、寝るか、みたいな毎日が続いてます。正社員時代の最後の1年の、本当に毎日出勤したくないと思った、あの日々から比べたら、まだまだ序の口ですが、
そんな中、先日私の就業先に事前に連絡を受けていた派遣会社の営業の人がやってきて、仕事上がりに少し話をしました。内容は私の契約期間が3ヶ月なので、その延長の確認等ですね。あとは次月シフトの休み希望の出し方とか。その時に私は素直に現状の研修での苦労話をその方にしました。しかしその方から返ってきた言葉は意外にも、大野さんはとても頑張っていると聞いてますよ、でした。その返答によっては、続けるのは難しそうなので契約延長しません、と言おうと思ってました。本当、その営業の人に会う瞬間まで契約延長しようかしないか悩んでました。まあ当然、人間が簡単に辞められては派遣会社の売り上げも減るし、たった3ヶ月で辞める人間を送り込んできたその派遣会社の信用にも関わります。その言葉の真偽は分かりませんが、一応それを信じて私はもう少し頑張ってみようと思いました。本当、私のコールセンターは受付対応の幅、種類が広くて多いから、毎日新しいことを教わって、でも家には研修資料を一切持って帰れないので、家での知識の復習はできません。だからロールプレイングでもトークを自信持って行えないんですよ。でももう少しだけおじさんは頑張ります。生活費もないので、おじさんは与えられたこの仕事を頑張ります。ということで、もしこんな派遣社員に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。本当にやばい。